のために頑張ります。うむ、気になる君の年俸だがね。いくらなんですか。1000万円。1円だよ。どうしよう。なんでね。なんでだ小林さん。面白くなったはずなのにどうして。原因がわからない。なんでだなんでだなんでなんだ。そうか、どうしたんだい小林さん。今年も田村選手がケツを叩いてないからだ。なるほど。ケツを叩かしてくださいよ。ちょっと入ってんでしょ、ふんどし。え、いや、そんなこと、去年もそんなこと言ってましたけど、入ってますじゃないですか。入ってるでしょ。私は入ってる。マジで本当にまずいって言っても。いや、でも一応確認だけ、ごめんなさい、一回振り返って。すいません、ごめんなさい、皆さん。すいません、皆さん、失礼します。じゃあいきますよ。3、2、1。いや、入ってる、やったーい。ケツを叩け。さあ、皆さん、手拍子をお願いします。面白くなりたいな、面白くなりたいな。田村選手の鉄を叩いて面白くなりたいな。いや、よし、これで OK だ。やったー、これで絶対に次は盛り上がるぞ。いいか田村、こいつに、この新人にサッカーの楽しみ教えてやれ。サッカーっていうのは横棒を書いて縦なんだよ。どうしよう。今年は田村選手だけじゃなく長田選手もいるよ。いや実は僕たちは漫才